小沢部長、はい、春といえば何でしょう。春といえば新生活も始まりますし、選抜甲子園ありますね。それから NHK の連続テレビ小説も始まるし。わかりました、春を全部吹奏楽で楽しんじゃいましょう。ブラボーブラス、集まれブラバンピープル。 JFN 各局でも聞けるようになって2回目の放送になります。みんな聞いてね。